Grand chose pour découper. Bonjour, c'est Maho. 皆さんこんにちは、マホです。今日は私の Vlog を皆さんにシェアしたいと思います。毎週土曜にあるのがこの朝一。それじゃあ学校に行ってきます。じゃん、こちらムードメーカーのニコ。なんか急に楽しそうな音楽が流れてるけん入ってみたら、こうやってみんな遊んでます。にやけちゃった、ティーボ。この日は久しぶりの外でのご飯でした。コロナウイルスでね、なかなか外でご飯食べれなかったから。わー、美味しそう。これ500ミリリットルじゃけど、もうめっちゃでかいように見えるよね。ビールの種類もいろいろあってね、美味しいんよ。はい、こちらはゼーク。顔が半分しか映ってなかった、ごめんね。あ、私ビール好きだからね。おいしいおいしい。そしてこれがアルザスの名物の一つ、タルトフランベ。薄いピザっていう感じで、ヨーグルトチーズソースみたいな上にこうやってベーコンとかマッシュルームとか乗っている。ボナペティ。今からジムに行きます。住んどる家は古い家じゃけんエレベーターがないんよ。で、マホの家は4階にあるから、いつも登ったり降りたりをやってます。ここがストラスブールのセンターになる場所です。今日はあいにくのね、雨だったんじゃけど、ご覧の通り傘をさしている人はね、全然いません。まあフランスは普通かね。ああ、今日履いとるのはリーボックよう言うとるね。頑張るよー言うて、これから走ってトレーニングします。じゃあね。ジムが終わってお家に帰ってきました。ちょっと一休み。
slice them the same way that they do. So I'm just gonna. そしてなんとこの日の夜は刺身パーティーをしました。イエーイ。もうすごいプレッシャーじゃんって、特にジャパニーズガールが見てるからねって言っとるけど、いやいやいや、うまいよね。はあ、美味しそう。ということで彼はエリオット、そして2回目の登場ゼック。そう、今日はエリオットのお家で刺身パーティーをすることになりました。エリオットもね、音楽院の打楽器のメンバーなんだけど、エリオットとパパがすっごい刺身の大ファンらしくて、ほら見て、新鮮なお刺身が手に入るところを教えてくれました。ありがとう、エリオット。刺身パーティーと餃子作ったよ。いいんじゃない。いただきます。バナペティ。なんで。いただきます。いただきます。バナペティ。バナペティ。バキペタビメ。ああ、そう。そう、もう一回。サーモン。サーモンクル、je mangeais déjà, mais jamais comme ça, avec le soja et...I've even had better than this, but it is good. That's so great! Tu les achètes où? Oh no! あのね、これ本当に美味しかった。お刺身高いイメージだったけど、そんなに値段はしなかったよ。でも本当に、もう、あ、日本に帰ってきたっていう感じでね、本当に感動しました。餃子。これは私が作った餃子です。まあこんな感じで、とっても充実したジャパニーズパーティーでした。突然帰ってきた日本大好き打楽器のジュリアン。それでは最後はジュリアンでお別れ。バイバーイ。